はいどうもキカです。ということで今回はこちらですね、プレイステーション4版のデッドライジング4をやっていきたいと思います。そして今回やるモードがこちらのカプコンヒーローズというモードですね、カプコンのね歴代のヒーローになりきってフランクがね、デッドライジングの世界を生き残るみたいなモードらしいっす俺もやってないんでわかんないんですけど、なんでこちらのモードをやっていきたいと思います。ノーマルかな。まあね、この雰囲気見てわかるように、もうめっちゃ怖いゲーム、もう笑うところなんて、ね一つもない、めっちゃ怖い極限状態のゲームなんで、ちょっとね頑張っていこうと思います。変も銃もき、なんかいきなり変わったよ。待て待て、なんだなんだ、なんだいきなり理由っぽくなったよ。待て、いきなり昇竜拳したんだけど。昇竜拳待て、波動拳じゃない今の。ちょっと待って、波動拳なんだよこの世界観は。よし行こう。お、なんかまだいる。なんだフランク・ウエスト、そのうち大資本の世界中に竜巻旋風脚したよ。そして今度は何、ロックマンになったよ。ロックマンだってロックマン昇竜拳してるやん。ちょっとやばい、丸と三角同時押しで、ロックマンさん撃つ。おおすげえゲームだな。デビルメイクライだな。デビルメイクライっぽい。おお、かっけえじゃん。めっちゃかっけえじゃん。それがどうして、これいいね。ブーム。あのね、カプコンヒーローズになることに夢中で話は全く頭の中入ってこないんだけど、何やった。おお、はい、あったね、そういうの。ちょっと見づらかったね。もう一回やります。もう一回やりたいんだな。できるかな。あ、できた。これ待って、お前はどこに向かって撃ってんだよ。ちょっとロックマンをちょっとねアップで見たいな。ロックマンアップで見たい。すげえだろ。最高。あった。やばい、生身じゃダメだ。やっぱり変身、ヒーローに変身しないと。言うでしょ。こちらだ。スーパーヒーローみたいなのこれ、本当。ほら。お前ら一体何のつもりだ。なんてこった。テッド、あんたはクソ野郎だったこんなのはあんまりだ。アップになるとかっこ悪いな。どうも、アウトブレイクを調査してるんだが、どうやって始まったか知ってるか。軍の犬どもがモールの正面エントランスで極秘の何かを護衛していたのは知ってる。あとはジャーナリストかな。多分、真顔で話さないでくれ。男みたいな名前のやつさ。何だったかな。いやあ、そこ突っ込んでくるよ、じゃあ。よっしゃあ、ダンテ様のおとりだ。うらあ。くたばりやがれ。すげえ。キャミーをアンロックしよう。キャミを購入した。生きて帰ってこいよ。やばいだろこいつ。待て、犯罪だろ。ケツこいつの。ずっとここにいたのか。ビッグってレポーターのこと知らないか。だから真顔で喋んなよその格好で。置いていったものもあるみたいだけど、見てみる。あとあなたには借りができたわ。なんだよこの二人、この格好のこの話。ここで店をやってたの。何か必要なものがあればまた戻ってきて。お前らお互いで突っ込み合えよ。これは違いない。最後にね、一つだけねちょっと覚えたことがあるんで、もしお前ゾロ、いろいろ教えてくれたからな。これして自撮り。なんだこれは。さあ真面目に行こう。よし。
ばいやばいやばい、一般人になった、一般人になっちゃった。クズバー、やべ、死ぬんじゃねこれ。死んだということでね、まあこういうゲームですってことでまあそうですね、今回はこれで終わりにしようかないや、ご視聴ありがとうございましたということで失礼いたします。